都会だな。交通量が半端ない、ノーヘル率も半端ない、みんなノーヘルだな。宿が見つからない。会ったことあったけど1000ルピーって言われたから、さすがに1000ルピーは高いなと思って。すごいな交通量が。あ、ポンディチェリーにはマックもあるな。なんかショッピングモールみたいなのがあるわ。ちょっと行ってみたいな。この橋歩いて渡れんのかな。まあでもこの人の後をついて渡ろう。狭いな道。すげえ、なんか後ろから引かれそうな道だなこれ。すごいなこれ、よく事故らないな。今あそこで前走ってるバイクに後ろのバイクが追突してたんですけど、なんかお互い笑い合ってましたね。だまあ日常茶飯事なのかもしれない、そういうのが面白いな。